Just the other day, saw you looking my way. I start to contemplate moments that went to waste. Why you do that? You drop me like who that? And put me through that. But baby, it's useless. I'm living my life. Don't need you in mind. Me feeling just fine. One of a kind. Who better than I? Ay, 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 oh. Shawty, don't play that game. Shawty, don't play that game. I got a lot to do. At the crack of dawn, in the dark of night, what I got to do. I'ma make it loud, how I make you scream like a cockatoo. さあ、こんにちは。今日は前回のショッピング動画に続きまして第2弾、また片山大成君とコラボをさせていただいて、今回はね、宮下パークの7月28日に、7月にね、3ヶ月前ぐらいにオープンした宮下パークのレショップさんに、はい、ちょっとね、ショッピング、ステイ。はい、ということで、今日は宮下パークのレショップさんに、ショッピングにね、また行きたいと思います。邪魔します。早速、はい、行きましょう。行ったことあるんですか？いや、一回だけあるんですけど、なんかレショップを買い物動画できるって、最高っすね。ね、なんかお客さんで電車の分カットで電車のカット、はいはい、ね、ね、お客さんで一人レショップの渋谷店のスタッフの人が手に来てくれてて、まあ、そのつながりから今回、はい、レショップショッピング動画が実現しました。最高です。楽しみです。行きましょう。行きましょう。早速、ちょっとまた。瞬間移動するんですか？あれ、入っちゃいました。すいません。では。じゃあ早速、はい、今日のスナップを、はい、説明お願いします。じゃあ下から。今日は、ジャーマントレーナーに、オーラリーの、ベージュのパンツです。オーラリー、いいね。でちょっとワントーンというか暖色系のコーディネートで今回まとめていて、はい、はい、差し色で、まあ、こういうカーディガンをね、差し色使いが上手、はい、入れて、まあ、全体的に温かみのある色味で。メガネはどこのですか？メガネジャック・デュランです。前回と同じです。ジャック・デュラン、はい。コートは？コートアンユーズ。かわいいね、まあ、全体的にオーバーサイズで。確かにホワイトとベージュと、キャメルで合わせました。くるっとしてください。OK。 よし、あ、お早かったっすね。レショップさんに今到着しましたので、はい、前回はね、なんかダウンが今度発売するやつ、あ、先行の試着できるそうです。あ、これ今日はここでご試着していきたいと思います。ダウン気になってると結構遅いですね。もうすでにそこにあるスニーカーがめちゃくちゃ可愛い。結構好きなものそうでないかもしれないので、後ほど見ていきます。はい、じゃあ早速行きましょう。回っていきましょう。グラフペーパーですか？あ、なんか、可愛いです。並木さん、こういう形好きですよね。ちょっとアディダスっぽい、サンスミスっぽい、なんかエルメスとかもこういうので出てましたよね。すごい、ブラックペーパー、これいいですよ。そうなんだ。それかっこいいです ね、 ね、うん、すごいかっこいいっすよ。こんにちは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 。いつもお世話になっております。あ、実は並木さん、ちょっとご紹介させていただきますと、はい、いつも髪をきれいにしてくださってる、はいはいはい、なるほどなるほど、小坂さんです。小坂さん、ショップの小坂です。はい、よろしくお願いします。超かっこいいですね、今日の。ありがとうございます。そう、本当ですか。これはあの
レショップでお取り扱いしているクラスというブランドの、クラスなんですね。リブの部分とかも超いいですね。超いいですよ。かっこいい。お店にあるんですか今？これはレショップで青山店。青山店にあるんですね。かしこまりました。そちらの方にもお伺いします。はい、今度お買い物に行きます。そうですね、うん、今週17日から発売のレショップ、17日から、そうですね、発売のレショップのオリジナルの LE のダウン、なるほど、はい、いいですね。また人気出そうですよね。そうですね、もうやっぱレショップでもすごい渾身の、うんうんうん、定番ですか今期？そうです、今期から新しく、ね、はい、新しく出る新作になります。後ほど着てみてみます。ぜひぜひ。ダウン探してる人って、そうなんですよね、今結構ダウン探してる人が、そういう流れなんですかね今、まあ、やっぱりこうなんでしょうね、定番を見直すっていう形で、やっぱり某、はい、フランス の、はい、ヨーロッパのブランドの、はい、ダウンを今現代的に解釈してという形で再構築したのがこのダウンで、やっぱりダウン探してる方でもやっぱり昔のその当時のダウンを知らなかった方でもやっぱり着れるような作品なんだろうって、はいはい、確かに、はい、シンプルですしね、すごいスタイリングに落とし込みやすい感じですね。そうですね、やっぱりスタイリングは合わせていただきやすいです。確かに、はい、色はネイビーとブラックですか？そうですね、ネイビー、ネイビーのみとなっております。でもこの濃紺な感じがいいですね。そうですね、すごく、うん、大人らしい、うん、なんかダウンって結構やぼったくなるイメージですけど、ここまでデザイン削られてるとすごい着やすいですよね、うん、そうですね、やっぱり昔 のヨーロッパの某ダウンの時のものと比べるとやっぱり擦り落とされたデザインになってます。来ましょう、後で後ほど見ていきます。はい、暑いっすよね。めっちゃかっこいいですね、このニート。インスタで見てました。ニートのパンツ、やっぱ人気ですよね。僕一本も実は持ってない。持ってなくて。持ってない。欲しいんですよね。結構ニート。全部ここはニートなんです。そうですね。ニート。ですね。ライセン、ナミさんすごい。持ってそうですよね。気がするの。やっぱりすごくシルエットもかっこいいですし、やっぱりこうクラシックなディティールはしてるんですけれども、はい、やっぱりすごい現代的といいますか、はい、でやっぱりもう本当にスタイルを選ばないので、うんうんうん、この方でもすごくかっこよく入っていた。このスナックブルーみたいな生地がすごいですね。いいですね。意外と珍しいですね、テンセル、はい、あ、テンセルなんですね。いいですね、はい。ってことはコットンですか？いや、普通にもうテンセルなんですね。テンセルっていう素材なんだ。いいですね。ざっとどっから見ていいかなんか見たいのいっぱいあるんで僕はこの辺のニットが気になってました。さっき言ってたやつです。はい、なんとかニットウェアーズ、なんだ、なんでしたっけ？そうですね、マーズニットウェアーズ。マーズニットウェアーで、まあ、結構スコットランド発生ですね、はい、まあ、スコットランドのダストランドウールのニットで、結構すごい風合いも、はい、いいです。なかなか今、イギリス製でしっかりしたニットって確かに少ないので、カラバリも結構豊富です。オレンジはやっぱすぐ売れちゃったんですか？そうですね、あ、オレンジは、オレンジ、やっぱオレンジのニットって結構なんかあんまり見ないのと人気ですよね。そうですね、これですよね、オープン当初からあったコモリの別注のシャツですか？そうですね、こちらはコモリです、はい、と別注を施したシャツで、やっぱりドレスシャツがベースになってて、やっぱりすごく端正な表情の特徴、襟がしっかりしてる感じですね、普通の小盛りシャツより。そうですね、先ほど話したようにドレスシャツがベースになって、なるほど、芯ちょっと固めなんですね。芯を少し固めにさせていただいて、よりこうちょっと襟周りの方が細くシャープになってる。丸くないですもんね、本当に尖った感じなんで、すごいかっこいい。ボディは一緒なんですか？ボディも違います。あ、ボディも違います。ボディコットンで、より小盛り、よりちょっと柔らかい風合いが特徴です。これは洗いざらし
ってきた方がいいんですか、もうそれともしっかりドレスシャツだからもうちゃんとアイロンでピシッてきた方がいいですかね。そうですね、これに関してはドレスシャツとは面してはいますが、はい、全然カジュアルに着ていただけるので、はい、全然もうちょっと開けてもいいですね。もちろん開けていただいてもいいし、洗いざらしで着ていただいても素敵です。なるほど、いいっすね。白シャツってやっぱりなんかありすぎてどれを選んでいいかわかんないんで、うん、コモリでしたっけ、コモリと LE レショップ、レショップ別注ですね、はい、なるほど。色別で服は置かれてる。そうですね、LE の来週発売ダウン気になりますね。55,000円、この LE のセットアップ着てみたいですね。黒のこのね、T シャツ類もめっちゃいい。はい、でもそのパンツ、カッポかっこいいっすね。サイズが30あります。30あります。あ、じゃあ30、ニートのパンツ、僕も履いてみたい。初、初っすね。あ、そうっすね。48がでかいんですか。はい、なりますか。で同じの試着しちゃってもあれですからね。じゃあワイド。あ、そっか。ちょっと。普段ちょっとスタンダード。うんうんうん。その色やっぱ可愛いですね。いいですよ。これでおいくらでしたっけ。これで33,000円プラス。あ、でもまあなんかお求めやすい。そうですね。安いって言っちゃう。高えよみたいなね。しっかりします。ニートもなんか物によってちょっと価格帯も変わってくる、はい、生地によってですか。あ、なるほど、変わりますね。いや、これめちゃくちゃいいですね。テンセラでしたっけ。テンセルっていう生地の、これワイドですか。これワイドです。かっこいいですね。これもブレザーですか。ブレザーです。なんか乾きのブレザーってすごい。らしいですね。別注品で。あ、ユニオンランチ。しっかりしてる。で、ショップ別注品ですか。そう、チキンボタンのブレザー。ねえ、これね。カラーってもうこのオリーブだけなんです。ネイビー入れちゃったみたいな。あ、そう。元々カキだけやつ。あ、そうなんだ。これのお色目だけ。なんかこう、ちょっとあっちのコートは。ブラームスです。あ、それブラームスなんだ。あれはまだ出してないんですか。あ、いえ、あ、あれもう出してます、あれめっちゃかっこいいです。どれを試着するかでも迷う。ニット確かにこのニットいいね。なんか価格帯も手出しやすいし、13,000円ぐらいだ。でもコモリ、このコモリのドレスシャツちょっと着てみたいな。なんだかんだで小森をやっぱり行くという。セットアップで LE さんのやつ以外でもおすすめありますか。あります。こちら、はい、これはどこのカルというブランドで、初めて聞きます、はい、ちょっとタグとかは、あ、こういうなんか可愛い、ちょっと見えないか。あ、来た。はい。あ、カル。ちょっと可愛い名前ですね。すごい、そうですね。こうアートギャラリーもやってるブランドで。はい、へえ。ギャラリーを。はい。結構もうイタリアでもなく、はい、イギリスでもなく、はい、結構本当国籍不明って呼べるぐらい、はい、結構面白い雰囲気を持ったブランドで、やっぱりこう仕立ても素晴らしいんですけれども、うん、はい、やっぱりこのまとう雰囲気、すごく楽しんでいただける、はい、日本のブランドなんですか。日本のブランドです。あ、そうなんだ。でもかなりなんかこう構築的というか、はい、
綺麗な上品なセットアップですね。そうですね、やはり着ていただくと品っていうのとかはもうすごく感じていただけると思います。これちょっとじゃあ試着してみていいですか。はい、はい、うん、めっちゃいい感じですよ。ちょっと、並木さんやっぱ綺麗なカジュアルも似合いますけど、綺麗めな格好めっちゃ似合いますね。カルは日本のブランドですか。日本のブランドです。なるほど。この左側、うんうん、シングルですよね。シングルです、ね、あ、なるほど。本当にあの椅子でもないし、イタリアでもないし、なんか奇跡ともわからない。確かに。でもこのまとった時、はい、素材はウールですか。はい、樹脂加工。なるほど。しかもウールでもウールギャバだから、こんだけこうストンと綺麗に落ちてるのと、僕ここをなんか丸くさせてるのが結構今っぽくて好きですね。はい、深浅め、あ、プレス、センタープレス入ってる感じですよね。うん、ちょっと浅めですかね、タックは。どっちかというと、まあそんなことないですね。浅めで、うん、さっきニート見てたんで、はい、あ、ニートが深いからちょっとなんか浅く見えちゃいました。まあシャツで合わせてもいいし、カジュアルダウンさせて T シャツとかでもいいですよね。あ、シャツ LE ですか。これって形なんでしたっけ。サイズは、スタンダードロング。スタンダードロング、インしやすいですね、ロングだと。あー、アウトもかっこいいですね。でもジャケットが結構着丈あるんで、シャツもロングだと。これシャツって結構ラウンドなんですね。結構角度つけてますね。あ、確かにかっこいいと思います。うん。並木さんこっち向いてぐるっとしてもらっていいですか。はい。うん。いいですね。はい。確かに前身頃が多分ちょっと大きめなんですよね。うん。あ、これ LE のダウンもやっぱかっこいいですよ。うん。ちょっと触りたい。あ、これダウンね。やっぱなんかアウトドアブランドじゃないもので探してるんですけど、確かに。でもなんか意外とどこのがいいかわかんない。確かに東京都内のダウンってそんなになんかもっとタウンユース寄りでいいというか、なんかフィールドっぽくなっちゃうとなんか結構ゴリゴリすぎて電車の中暑いみたいなパターンが多いっすよね。お、かっこいい。え、めっちゃかっこいいっすよ。え、素敵です。あー、いいですね。これでおいくらでしたっけ。5万5千円。え、5万5千円なんですね。ジャケットのがします。え、めちゃくちゃお買い得というか、確かに。あ、上まで締めれるフードいいですね、ボタンが。横からね、入るのがいい。そうですね。あ、本当だ。横のボタンってか、横もついてるんですね。
ダウンめっちゃ欲しくなりましたネイビー合わせいいですね、ホワイトとネイビー。そうですよね。でもいいいい雰囲気が。あとなんかこのラペルの部分のこのコンパクトさも結構好きなのと、 V が結構ゆるく入ってる。あ、確かに。あ、本当だ。このパターンって本当だ。しかもこの着丈の長さだったらもう一個ボタン入れそうなのにあえて2つにしてるみたいなのがなんかかっこいいですね。うん、並木さんなんか出してる方がかっこいいかも。10万ですか。まあセットアップは10ちょっと覚悟しといた方がいいっすよね。はい、検討ですか。かしこまりました。はい、いらっしゃいませ。なんかフェイクレザーみたいな、なんかね、レザーみたいスエードっぽい。めちゃくちゃいい雰囲気がいいですね。やっぱニートらしくこのツータックっていうのがかっこいいね。そうですね。ニットもさっきのこれ LE の、これめっちゃいいです。首がいいね、うん、なんて言うんだろう、僕結構タートルネック好きなんですけど、はいはい、なんかあんまりこうタートルネックを大きめに着るのが好きじゃなくて、うん、結構コンパクトに着たかったんで、ちょうどいい1番で、すごいちょうどいいというかサイズ1番。僕結構薄いんですけど肩あるんですよ、はい、なんでちょうどいい。でもジャストフィットするニットウェア。パンツも裾上げしないで良さそう。あ、今裾上げてる。あ、そうですね。いいですね。これになんかネイビーのジャケットとか、うんうんうん、え、何合わせますか、この上に。そうですね、やっぱりジャケット。ジャケットですか。はい、買いですね。ニート、めちゃくちゃいいです。これ形って、はい、ワイド、多分テーパーが若干かかってそう、うん、だけどストレート、いや、ワイドテーパーって感じ。ワイドテーパー、はい、ワイドストレートって。サイズは、サイズこれで30ですね。30、はい、30インチですよね。30です。はい、30です。ちょうど良さそう。本当は28の方がいいんですよ、うん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 、ウエストは。でも28が今ないみたいな。でもベルトで締めれば多分ウエストは綺麗に出るんです。いい、もっと正直、まあ30でも大丈夫なんですけど、うんうん、ウエストで合わせるんだったら28ぐらい。なるほど、ちょっとルーズにね。あ、さっきの、あ、それ入れちゃいいじゃないですか。はい、ネイビーですかね。持っちゃってください、うん、それさっきの、あれもダブルがあるんだ。こっち行っていいですか。ちょっと欲しいぞ、やばいぞこれ。両方買ったら4とか5とかなんですけど。あれ、そのニットで16、そのジャケットいいよね。すげえ、そう、うわ、これめちゃくちゃかっこいい。これサイズいくつですか、ジャケットは。これ L です。 L、 あ、 SML 展開ですか。 SML、XL。 めちゃ着やすいっすよ。綺麗、大人っぽいですね。うん、かっこいい。これ感触合わせ結構好きで、パンツに合わせて色味がいいね。はい、ブレザー欲しかったんですよ、キングボタン、うんうん、でなんかあんまり買わないもんね。結構なんか割と僕が見てるとダメージが多くて。なるほど。フェリースのグランドマスター、おー、綺麗、似合う。
なんか肩パッドもいいね。芯も入ってるんで、うん、こっちの方がかっこいい。下手なんですか。あ、後ろは大勢くんっぽいんだ。メンツが2つ入ってる。めちゃくちゃかっこいい。うち、ん、なんかそれが金ボタンになってる。ね、かわいい。てか、この型がめっちゃ綺麗ですね。うん、綺麗。なんかまあ、結構個性的な色合わせですけど。でもおしゃれ。なんかね、4色使うっていう新鮮な感じですね。いいね。ジャケットいくらでしたっけ？は、お値段は8万円。あ、8万円。あ、なるほど。いい値段。うん、でもいい。まあ、仕立てがなんか仕立てがいい。はい。はい。大成くん、今回、はい、ニートのパンツ、いや、初ニートね、いや、めちゃくちゃ似合ってたよ。ここで行っちゃおうかなと。いや、いいでしょう。しかもなんか、このぐらい変わり種のパンツ持ってなくて、うん、これは似合ってましたよ。しかもサイズが今あるのが結構珍しいっていう、かなり人気。しかも30とゴールデンサイズ、ゴールデンサイズ、ね、結構本当売り切れちゃってるみたいなんで、他の方もね、そんなこと言わないで最後の1点ですみたいな、ね、あ、リアル最後。あ、リアル最後。なるほど。もうそうなるとね、もう引くに引けなくなってきちゃうやつです。え、これちなみに30ですか？30です。え、これは最後の1点ですか？はい。それで、店員さんあるあるじゃないですよね。あるあるではないです。ストック全部ここで。あ、そうです、ね。めっちゃいいじゃん。買います。ありがとうございます。さすが、買います。いや、もうこれはいいお買い物な気がします。うん、いいと思う。しかもなんか持ってないし、こういうのは。いや、いいな。で、カラーパンツ1本欲しかったんですよね。うん、こちら、よろしくお願いします。ありがとうございます。買っちゃいました。はい、彼のセットアップはちょっと要検討で、要検討で。めっちゃ良かった。あれ良かったですね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ということで、はい、今回デショップの小坂さんに、小坂さんです。ちょっとご出演していただいて、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。めちゃくちゃ説明分かりやすかったです。本当にさすが販売員の鏡です。ね、はい、あ、そっか、直樹さんがカットしてるんですね。はい、よろしくお願いします。ここじゃあ一緒ですね。あ、そうだ、ね。みんな一緒。はい。なんて言ったら面白い。ありがとうございました。お願いします。はい、ということでね、はい、今回は大勢くんが、はい、ニート行っちゃいました。ニート購入しちゃいました。今ちょっとお直しで、ね、手元にないんですけど、いや、もう衝動がいった、ね、いや、結構やっちゃいましたね。4万近く。いや、ちょっとお金ないのに。いや、でも、直樹さんもね、欲しそうでしたもんね。ニート持ってないんで。全然いいですよ、お揃いで。お揃いでね。でもなんか本当ゴールデンサイズがあってよかったね。もうダウンとカルっていう新しいブランドをしかできて、これもよかった、ね、よかったですね。お値段したんで一回検討して。確かに小森のドレスシャツもね、ちょっと着てみたかった。よかったですね。サイズなかったから。確かに、またの機会にね。でも白シャツいいっすね、小森さんとか。ユニットとかシャツ系がやっぱついて、スカデショットですね。渋谷店はそういうところがいいのかなと思います。ニットもね、なんかちょっと手頃なアイテムで、ね、マーズニットウェア、マーズニットウェアですね。手出しやすいアイテムもあって、あと LE のニットもハートで探してる人は絶対おすすめ。1万円台で、結構いいんじゃないでしょうか。宮下パークのショップ、まだ行ったことない人はぜひね、この動画見たら足を運んでみてください。はい、ありがとうございます。じゃあまた次の動画でもお会いしましょう。はい、また次、また店考えてるんで、そうですね。このショッピング系はちょっとね、続けたい。連載企画でやってみましょうか。ありがとうございました。いやいや、こちらです、ね、最後のお願いします。ということでね、はい、また次の動画でもお会いしましょう。あり低い